ガーズイ・アジール・アル・イコール・ヤーワルは、イラクの政治家。かつて、イラク暫定政権の大統領、イラク移行政府の副大統領を務める。報道等では、ガジ・ヤワルの表記が多い。2004年6月に連合国暫定当局から、主権を委譲され、2005年1月30日に、実施されたイラク国民議会選挙に伴って、移行政府が発足するまで政権を担当した。 イラク暫定政権において正式の国家元首とされていた。ヤーワルは宗教的にはスンナハニ属スイラク最大のアラブ部族、シャンマル部族の有力者で、父が先代、おじが現在の部族長である。エンジニアとしての教育を受け、1980年代にサウジアラビアのキングファハド大学に留学、後にアメリカのジョージ・ワシントン大学で修士の学位を得た。 その後もサッターム・フセイン政権のイラクには帰国せず、80年代末から15年間、サウジアラビアの通信会社で副社長を務めていた。2003年に、フセイン政権が、連合国軍の攻撃により倒壊すると6月、イラクに帰国し、7月に発足したイラク、統治評議会にスンナ派の部族代表者として参加した。5月に、イッツッティーン、サリーム議長が暗殺された後、 当時評議会が解散するまで務める後継の議長に就任した。5月下旬には当時評議会の議長として暫定政権づくりを主導し、アメリカの影響力が強い当時評議会を排除して、選挙管理政権としての設立を目指していた国連に対して反発する当時評議会をまとめ、また主権以上後も駐留する他国籍軍に対して暫定政権が 決定権を持つことを要求するなど、完全主権の獲得を主張した。ヤーワルは統治評議会によって、暫定政権の大統領候補に選出され、国連、暫定当局に追認されて、暫定政権の大統領に決定した。ヤーワルは、当時政党には属さず、温厚な性格であることから、統治評議会で重きを成した。彼の属するシャンマル部族はイラクから、ヨルダン、シリア、 アラビア半島にもまたがる、大部族で、内部にシーア派の士族も内包する。また、クルド人の多い北部の都市もオスル出身であることから、大統領として、イラクの最大集団であるスンナ派、シーア派、クルド人を調停する能力を期待される。ありがとうございます。